ただいまから NPO 法人パンキャンジャパン、 NPO 法人キャンサーネットジャパン、日本イーライリリ株式会社の共催、日本膵臓学会講演、膵臓がん啓発キャンペーンパープルリボンキャラバン in 松山、膵臓がんに光を当てるを始めさせていただきます。本日の運営は NPO 法人パンキャンジャパンと NPO 法人キャンサーネットジャパンが務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは開会に先立ちまして、 NPO 法人キャンサーネットジャパン事務局長柳沢明弘よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。キャンサーネットジャパンの柳沢と申します。本日はお忙しいところ、またお休みのところですね、多数の皆さんにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。私がオープニングあたりですね、少しだけこのセミナー、この試みについてご紹介をしたいと思います。でこちらに見えますように紫のリボン、パープルリボンは、クロージングで、閉会の挨拶で真島さん、このパンキャンジャパンという膵臓がんに特化した患者会、患者団体、支援団体の、方から説明があると思いますけれども、日本ではもしかするとドメスティックバイオレンスの方が最近あの紫のリボンを使っているので、そちらをイメージするかもしれませんけれども、同様にですね、病気の方で膵臓がんの疾患啓発のリボンとして使われております。でその前に、私どものキャンサーネットジャパンとパンキャンジャパンさんの、簡単な紹介をしたいと思いますけれども、私どもは、東京で1991年に全部の全てのがんを対象に、がんの医療情報、治療情報をはじめとした情報発信を目的に立ち上げられた NPO で、3年ぐらい前から、こういったセミナーあるいはインターネットでの情報というのを積極的に発信するために活動をの幅を広げてまいりました。で一方、パンキャンジャパン様はですね、もともとはアメリカで、活動されていたグループの非常に大きな支援団体の日本支部で、あります。で私のもとパンキャンジャパンさんは去年から一緒にいろいろな活動を始めたということであります。ところで、皆さん今がんはですね、2人に1人とか3人に1人が、罹患したりとか死亡したりというようなことは、よくご存知かと思いますけれども、それをですね、同じがん一言と言ってもさまざまな部位があります。で最近注目が集まって、皆さんよくご存知の乳がんピンクリボンキャンペーンというのがあったりしますけれども、大変罹患者数は多いんですね。女性の第1位です。しかしながら死亡者数というふうのを見てみますと、こちらにピンクが乳がんありますね。男性にもあるんですね、乳がんというのは、あって年間9800人です。ところが膵臓がんを見てみますと倍の2万になっているわけですね。でこれ大きく何が違うというと、治療法の違いであるとか、そのものの病気そのものの難しさというのがあります。でこういったことから、膵臓がん大変今では、研究も進んできておりますし、先生方がこの領域に、大変な努力をされているということをですね、こういった場所で皆さんに知っていただきたい、共有いただきたいという目的でこのセミナーを開催しているわけです。でパープルリボンキャラバンは、去年2009年は3カ所で行いました。で果たして、膵臓がんの方々集まっていただけるだろうか、ご家族の方々がご参集いただけるだろうかということで、非常に小さくなんですけども、広島、神戸、東京3カ所でやったところ、ご参加いただいた皆さんには大変ありがたい言葉をいただいたり、こういう場所で最新の情報を同じように病気で闘っておられる方と知り合えたということで、今年は5カ所に拡大をすることにいたしました。その第1弾がここ四国松山の地を私ども訪れさせていただくことになりました。この背景にはですね、今日司会をされています松本陽子さん、東京にもたびたび来られてですね、この四国愛媛県
松山のがん医療を良くしようと非常に頑張っておられて、私どもも第1弾の開設の地としてですね、一番適切であろう、あるいは協業できるだろうというところで松本さんに話をしていましたところ、快諾をいただきました。でこの準備にあたってはですね、地元オレンジの会の皆様に大変なご尽力ご支援をいただいて開催にこぎつけたというわけでございます。でこの後仙台、札幌、京都、東京と開催しますけれども、ぜひ今日の場が、この膵臓がんあるいはがん対策の、活動の、印としてですね、残せるように来年もお伺いできたらなというふうに思っております。最後になります。がん対策基本法というのは、山本隆さんというすでに個人でありますけれども、お一人の民主党の参議院議員から始まったと言っても過言でありません。でこの後ろにはたくさんの患者団体支援団体の皆さんの努力があって、法律化に至ったわけでありますけれども、すでに3年が経とうとしていまして、今年、中間の見直しが入るというところです。で悲観的になる必要はないんですが、アメリカはすでに37年から8年がんに対する法律を作って、研究で臨床の場で、がん医療が良くなるようにという試みがされています。一方日本はまだ本当に5年にも経ってないというところから、ここにある、基本計画というのがあります。国民ががんを知り、向き合い、がんに負けることのない社会で、これは何を意味するかというと、私たちがこのイベントをする意味というものが、今まで、医療の提供者であるお医者さん、今日、お話をいただく医療者の方と、患者家族というのは、ともするとですね、なかなかコミュニケーションが難しかったりするわけですけれども、これはアメリカの様子ですが、がん医療、医療というのは皆さんで作っていくというところで、この場で、日本でも皆さんが協業してがん医療を良くしたいという場になれと、なればというところで、スタートいたしました。今日の場が、お帰りの時にですね、希望を持って皆さんお帰りになっていただけるような会にできればというふうに思っております。少しオープニングでお時間いただきましたけれども、ぜひ、今後とも私どものような支援団体、あるいはオレンジの会の松本さんとかをご支援いただいて、ますますがん医療が良くなればというふうに思いますので、記念して、ご挨拶にさせていただきます。どうもありがとうございます。